フェーズ1の操作説明をします。このモデルは IQ シリーズ IQ140 です。まずスイッチを入れます。電源が入ってからこの起動の音がして全て完了になります。液晶とここに4つのボタンがあります。これはこの ISO 感度だとこのボタン、ホワイトバランスだとこのボタン、プレイボタンとこれ、メニューとこれと、液晶を直接タッチしてもハードのボタンを押してもどちらでも同じです。まずメニューから見てみましょうか。メニューはこのように、iPhone と同じような感じですね。このように指で直接タッチでスクロールができます。戻るときは、この左側の矢印、これをクリックします。メニューを押しても同じですね。でこんな感じでいきます。設定はすべてしてある状況でいきましょう。そうですね、まずこれでこのように右にの矢印があれば右に行くようになってます。こんな感じです。ここに家のマークがありますが、これはハウスモード。ここに押すと、すべて最初のこのホームに戻ります。撮影前の設定は今のメニューと、あと ISO 感度。ISO 感度もこのように、タッチで操作ができます。戻るときはこのボタン。ホワイトバランスも同じですね。このように。撮影後の画像の確認をしてみたいと思います。プレイボタンを押します。撮影後、このように画像が確認できるんですが、これがメインの画面、上からヒストグラムになってますね。でこれが、輝度の警告になっています。あと情報があって水準、があります。水準は、撮影のちょっと傾けてみると分かると思いますが、このようにそのカメラの設置してある状況を、この水準器で表します。撮影後、仮にこれを撮ったといたしましょう。見たいところをタップするとそこを拡大します。このように指で、見たいところをどんどんこうやっていけば見たい位置まで見えます。ピントの確認などこれで非常に簡単にできます。戻るときはまたダブルタップでこうなりますね。ここに今ルーペが出てきましたが、ルーペで自由自在に拡大縮小が可能です。最大 400% まで小さくしていくと小さいサムネイル、小さいサムネイルで選んでまた確認をすることが可能です。こちらのボタンで撮った順番に一コマずつ見せることも可能です。ここに吹き出しのマークがありますが、この吹き出しのマークを押すと、このボタンで、削除とレーティング、レーティングができますね。はい、戻るときはまたこれを押します。水準が見たいときはこれで、ここから、ライブビューもいけるんですが、今回それは省きましょう。このように順次画像の確認ができます。自分が今どこにいるのかわからなくなる。どこにいるのかっていうのはこのディレクトリのどこにいるのかわからなくて、ホームポジションに戻りたいときっていうのがよくあります。その時はここのボタンです。ここのボタンを長押しすると、ここのホームボタンに、ホームスクリーンですね。ここに戻ります。だから何をやってても、ちょっとわからなくなったなと思ったらここを長押し。それでここの元に戻りますので、そこからまた何をしたいか。また
確認がしたいんだったらそうすればいいということです。こんな感じです。